はい、おはようございます。深井村です。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はぼかしですね。このように嫌気性のぼかしを、今ね作って来年の春に、使いたいなっていう方ねたくさんいらっしゃると思います。で、今日は実際に嫌気性ができているぼかし肥料がこちらにあります。こちらが嫌気で今年の2月の25日に、作成したものになります。で、こちらねよくできています。で、今日何をお伝えするかというとですね、この嫌気性を作るときに虫が湧いてしまうっていうことがあると思うんですね。で、この虫が湧く原因ですね、そういったところについて今日はお伝えをしていきます。で、実際にこちらのぼかし肥料は作り始めたばかりのものなんですけど、管理の方法の仕方、どういったところに注意した方がいいのか、そういったところも含めてですね、今日はお伝えをしていきたいと思います。で、まず、こちらの嫌気性のぼかしですね、これはホーリーバジルぼかしというふうになってるんですけど、このように、肥料の袋ですね、こちら、これは有機石灰、カキ殻の有機石灰の袋を、ぼかし肥料の、作成する袋として使っています。で、このような袋でまず作るのが一番いいです。なぜかというと、この袋が非常に強い強度があるんですね。で、このような袋に入れて、なおかつしっかりと、蓋をしておく、封をしておく、まあ要はですね、嫌気性なので、まあここにですね空気を入れない、こういうような状態で保存をしておきます。で、保存する場所についても重要なんですけど、保存するときにですね、これ何が大切かというと、屋外で管理する場合には必ずネズミ、こちらを注意してください。ネズミが例えばですね、こういうところをですね、かじるんですね。で、こちらが今作りかけたものなので、こちらがですね、暖かいんですね。今ね、作り始めて発酵が始まって、こう触ると暖かいんです。で、この中に、まあ、ミネラル分が豊富な米ぬかが入っています。皆さんが作るときに多分米ぬかをベースにして作ると思うんですけど、この米ぬか、これをですね、食べに来るんですね。ネズミとかがかじるんですね。で、そうすると、こういうとこ穴開きますよね。で、穴が開くと、今度はですね、そこに空気が入ります。空気が触れるということは、ここだけですね、環境下が変わるんですね。例えばここに穴が開くと。で、そうすると、今度そこに腐敗とかね、そういったものも、起こりやすくてですね、今度はそこに虫がついてきたりして、で、腐敗がどんどん進んでいって、しまいにはですね、この中がですね、ウジ虫だらけというね、そういうようなことがね、起こってきたりします。ですから、この嫌気性を作るときはですね、このままで保存するんではなくて、これに、例えば箱の中に入れて、ネズミが入らないような環境の中、まあこのような中に、例えばこういうふうにね、封をして保管をしておきます。で、実際この中は米ぬかなので、どんな感じになってるかちょっと開けてみてみます。はい、こういう感じですね。このような形で入れてあります。で、こういう風にしておかないとですね、まあ米ぬかの場合は米虫とかね、こういう中に発生しやすくはなるんですけど、米虫自体は大したね影響は出ません。でも先ほどの発酵肥料を作っていくときに、腐敗と発酵、まあこれね、両方同じなんですね。微生物の分解の中で言うと。同じなんですけど、まあこれを発酵の方に傾けてあげると、虫がつかないんですね。で、虫がつかない発酵に持っていくんですけど、まあ先ほど言ったように、こういうところに穴が開いたりとかするとですね、ここから腐っていくんですね。で、腐っていくので、今度腐敗に行くと。で、まあ例えばですね、屋外で管理をしているとゴキブリが来たり、ネズミが来たりとかですね、コバエが入ってきたりとかっていうんでですね、まあそういうところに腐敗しているものを食べに来るんですね。まあ要は彼らは悪いわけではないんですけど、まあそういうのを食べて今度ね、
自然の中に返していくっていうことをやっていくので、悪いわけではないんですけど、まあ、僕ら人間からするとですね、それを発酵の方で作りたいわけですね。ですから、その外敵から守ってあげる必要があります。で、この守るために、まあ、こういう中にですね、保管をして、で、しっかりと蓋をしてですね、外敵が入らないような形。まあ、外敵という言葉が適切かどうかっていうと、またね、違うかとは思うんですけど、発酵させるためにはこういう中でしっかりと保管をしておくっていうのが重要になります。で、実際に、じゃあこちらの方のね、嫌気性のぼかしを見ていきたいと思います。非常にね、いい香りがしますね。甘いような、甘いというかですね、いい香りがしますね。はい、こちらが、嫌気性のぼかしです。非常にいいものですね。このように、しっかりとね、保管をしてあげて、作成してあげるとですね、これでおよそですね、半年、まあ、早ければもう3ヶ月ぐらいですね。これは季節によって変わります。温度で変わりますので、でこの中はもう、発酵が終わってますので、いい感じのね、温度になってます。もう暖かくないですね。冷たくもないですね。そのようなね、ものになってますね。これが、嫌気性のぼかし肥料になります。で、同じように、では、今度こちらですね。この嫌気性のぼかしもですね、このように蓋をね、しっかりして空気が入らないようにしてあげます。これがポイントですね。で、先ほどと同じような中にですね、保管をしてあげる。まあ、そういうことをするとですね、まあ、こういうところにネズミがね、かじらないとかね、そういうふうになるので、こうやってね、作ってあげるといいと思います。で、この、ぼかし肥料の中にはアミノ酸が豊富に含まれています。ですから、これをね、畑にまくことによって、このようなことが起こります。果樹をね、栽培される方、野菜を栽培される方、ぜひね、この発酵する畑が丸ごと堆肥化していくっていうね、そういう症状をちょっとこれ見てみてください。これがみかんの木ですね。まあ、今年は豊作ですね。で、みかんの木の方でも、もう一度ね、ちょっとね、こちらの方の方がね、わかりやすいので説明をしていくと、まあ、こんな感じでね、肥料ですね。今入れてあります。で、もう発酵が始まってますね。白くね。これ、四条菌です。で、まあ、ほとんどの四条菌がね、まあ、こういう中にですね、この有機質な肥料ですね。で、この肥料と合わさってですね、要はですね、これが、この四条菌の中に、まあ、窒素固定もしたりとかね、そういったことをやってですね、栄養分をアミノ酸に変えて、まあ、このみかんにね、送っていくっていうね、そういう循環サイクルになります。これみかんの畑に、秋日として撒いた時のですね、発酵度合い、そういったものが見れると思います。で、発酵については、発酵段階で土の温度が上がります。ですから根も伸長しやすくなって、株とこのぼかしのこの効果ですね、こういったものがですね、融合されてですね、いい相乗作用を生んでいきます。で、四条菌と結びつくことによってですね、これがまた長く畑の中で全循環ということでね、効いていくようになります。これがぼかし肥料、有機肥料ですね。環境性肥料と言われるゆえんの一つになります。ですから、今回ね、このように保管するにあたって、実際に発酵が済んだもの。で、こういうものはですね、もう虫がつきません。発酵は基本的に虫が食べません。虫が食べるのは腐敗です。ですから、腐敗すると虫が湧きます。で、虫が湧く要因というのが、まあ、先ほど言うようなね、ことが要因で起こって、虫が湧いていくと。で、虫が湧き続けると、この中が本当に、ウジ虫だらけになったりとかね、そういうことが起こっていきますので、ぜひね、いいぼかしを作るためには、この
匂いがね、お伝えできなくて申し訳ないんですけど、いい匂いがします。いい肥料というのは、いい匂いがします。腐敗しているものは、酸っぱくて臭い匂いがします。これが、腐敗と発酵の違いです。匂いでわかります。で、このぼかしを目指して作ってみるとですね、いいと思います。まあ、ということですね、今日ね、ぼかし、虫が湧く、その原因ですね。で、あと対策ということですね、お伝えさせていただきました。今日の動画、良かった方は高評価、またね、チャンネル登録、よろしくお願いします。ではね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。どうも。